今日のスバ。次の競技は騎馬戦です。相手についているスカーフを取った方の勝利です。者ども、出撃！全力で相手に突撃しなさい。まあこいつに作戦を考える頭はないよな。いいじゃない、細かいことは考えず突っ込みましょう。きっとエリカちゃんの可愛さでなんとかなるわ。我こそは赤組随一の騎手にして爆裂魔法を操りし者、我が魂の一撃食らうがいい。失格になるから爆裂魔法は禁止。次は玉入れです。ですが白組のペースが上がりません。一体どうしたのでしょうか。おいダクネス、投げた球に当たろうとするな。なんであいつがカゴ役なんだよ。カズマ、ダクネスはもうダメよ。この競技は諦めて次の競技まで体力を温存しましょう。向こうは勝負を捨てたみたいだ。我々のするべきことは一つ。ここで相手を突き放すのね。かわいそうだけどこれも勝負。いいや、大差で勝つより死闘を制した方がかっこいいじゃないか。今から私は接戦になるように白組を手伝うよ。なんでそうなるの。いいぞ、もっとだ、もっともっと競い合うがいい。この勝負どうなるのか。さあアクセル大運動会も終盤に差し掛かってまいりました。白組リードで迎えるは街を舞台にした借り物競争です。赤組白組各チームの代表者は前へ。カズマ頼んだぞ、ここで勝って差を広げよう。さっきの玉入れでお前が頑張ってればもっと差がついてたんだけどな。頑張ってくださいユンユン。少しでも引き離されるわけにはいきませんから。合図があったら最初にお題の入った箱から紙を引いてくださいね。
それでは位置についてよーいスタート。なになに？おお、サービス問題だな。アクア、一緒に来てくれ。お前の力が必要だ。私？なるほどね。どんなお題か分かったわ。私のお題は…おや、これは…ユンユン選手、困惑しています。一体どんなお題を引いたのでしょうか。何してるのですか。悩んでいないで動いてください。そうは言ったって。どうしよう、私の引いたお題、友達。メグミンなら一緒に手をつないでゴールしてくれるかしら。アルエの方が協力的かも。でもでも、私が勝手に二人のことを友達だって言ってもいいのかな。どうしよう。なんだかいつにも増して様子がおかしいですね。アルエ、大丈夫でしょうか。ふむ、これはもしかして。ユンユン選手、呆然と立ち尽くしています。赤組、絶対